連城分けは、金伊の武教小説。長編が多い金伊の作品の中では、短い部類に入り、後期にあたる作品である。また、唯一金伊の体験が元になった作品でもある。1963年を発表。主人公、敵雲が、幻の連城分けの騒動に巻き込まれていく物語。敵雲は、金伊の作品の中で最も不幸とされている。 人物である。彼以外にも、関薫、乗り水性といった、前側の人々はことごとく悲惨な目に遭う。悪役側は、ほとんどが二面性を持っており、陰険な人物ばかりが揃っている。ストレートな悪人である血型なーソは、例外と言っていい。他の金伊佐作品と比べ、登場人物や武功は少なく、比較的読みやすい作品である。 物語は短いが、雪山での壮絶な死闘やその後の半年間にわたる、サバイバル、連城分けの謎解きなど見どころが多い。だが、その悲惨さゆえに評価は、面白いと、つまらないの両極にはっきりと分かれている。なお、徳馬文庫版には、金伊佐版、岩屈王と紹介されているように、物語は、龍馬の岩屈王とかなり類似している。金伊佐自身、 デュマは愛読していると公言しているので、参考にしていると見られる。主人公の敵雲は、師匠の石長初、妹弟子の関薫と共に、四白である満身山の誕生宿に訪れる。それが、大きな悲劇の始まりだった。万啓と七人の弟子によって、敵雲は身に、覚えのない罪を着せられた。師匠は、連城分けのことを満身山に問い詰められて、姿を消し、 愛する、関薫は自分のもとを離れ、万慶に嫁いでしまった。敵雲は牢獄に閉じ込められ、定天という男に出会う。丁則はすべての争いの元凶である、連城分けについて語った。二人は連城分けの秘密を探りに来る資格を次々と倒し、ある日ついに脱獄を遂げる。丁則はそこで愛人、両宗家の最後を知ることになるが、やがて、 再び一人になった敵雲は師匠の復讐を誓う。その過程で連城分けの謎は明かされていくのであった。ありがとうございます。